2プライドラウンド第1戦目指せ全場制覇つで初優勝シリーズの3日目残すカードは最終レースのツッキー選抜戦のみとなっています。なお11レース5号艇アルガ選手の転覆失格は戦責任によるものでございました。12レースの対戦メンバー1号艇兵庫小坂直也、2号艇広島岡谷健吾、3号艇福岡三笘照之、4号艇三重石塚雄介、5号艇兵庫河野聡、6号艇大阪宮迫信彦以上のメンバーです。スタート展示は6号艇宮迫が動きを見せての枠なりオールスローだったんですが、本番ではそれほど積極的な動きは見せませんでした。インコースは1号艇小坂直也前半2着です。2コースは2号艇岡谷健吾、ここまではオール3連対中。3コースは3号艇三笘照之前半3着です。4コースは4号艇石塚雄介、5コースは5号艇河野聡は前半2着、6コースは6号艇宮迫信彦前半3着です。カド1は4コース4号艇石塚が本番では取りました。従いまして定番通りですが3対3と2つに分かれています。絶好枠1号艇小坂直也人気の中心、2号艇岡谷健吾が人気対抗格票が集まっています。この時間も非常に風は緩やかとなっています。第12レースのツッキー選抜戦です。内から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇小坂がトップスタート、3号艇三笘もスタートを決めて、逃げる1号艇小坂、2号艇岡谷が切り込んでくる、マークイザー3号艇三笘、内側から5号艇河野、4号艇石塚が続く、突破争いは1号艇小坂の内側から迫ってきた5号艇河野、そして2号艇岡谷がついて、最内から4号艇石塚が続く、スタートは正常です。一周にマーク5号艇河野が旋回する、4号艇石塚切り込んで間を狙ってきたのは2号艇岡谷、内側から3号艇三笘、1号艇小坂、先頭を振り切る5号艇河野が一定支配リード、2番手2号艇岡谷、1号艇小坂は3番手です。2周1マーク5号艇河野聡が先頭、2番手の水は内側から迫ってくる1号艇小坂、握ってかわしていく2号艇岡谷2番手、3番手が1号艇小坂直也、上位は5番2番1番の順、4番手以降3号艇三笘、4号艇石塚、6号艇宮迫が続きます。2周2マーク5号艇河野聡が先頭、2番手2号艇岡谷健吾、1号艇小坂直也が3番手、5番2番1番の順、前提が2マーク旋回しまして、これから最終周回です。先頭5号艇河野聡、2番手2号艇岡谷健吾、1号艇小坂直也が3番手、5番2番1番の順、6艇が3周1マーク旋回でバックス位置に入ります。3連単ゴーフ対地は 243.1 倍となっています。一周一マーカー感激をつきました。5号艇河野聡が先頭、ラストターンマーク先頭クリア、2番ター2号艇岡谷健吾、1号艇小坂直也が3番手、5番2番1番の順、第12レースのツッキー選抜戦は間もなくゴールを迎えます。先頭5番河野が5レーン、2番手2番岡谷5レーン、3番手で1番小坂5レーン、3番三笘、4番石塚、ラスト6番宮迫5レーンです。